ポケットモンスターハートゴールドソウルシルバー、あの伝説のポケモンホウオウ、そしてルギアがついにその誇り高き姿を現した。復活したロケット団の真の目的とは。冒険の先々に待ち受けるものは何か。宇津木博士からポケモンを受け取ったら新しい旅に出よう。京都地方に広がる冒険、君のそばにはいつもお気に入りのポケモンが。手持ちのポケモンの中から好きなポケモンを1匹モンスターボールから出して連れて歩ける。歩いている時もバトルの時も話しかけて気持ちを確かめながら、美しい京都の街を共に旅しよう。いつも君のそばにいるポケモンたち、このポケウォーカーを使えばお気に入りのポケモンを DS の外に連れ出して君自身の手で育てられる。歩けば歩くほど楽しみはどんどん広がる。いろんなコースに出かけてみよう。野生のポケモンを探し出して捕まえたり、ダウジングで珍しい道具を見つけたり、2つのポケウォーカーで通信すると珍しい道具をもらえることも。黄色の森など配信によって新しいコースが増えていく。黄色の森には特別な技を持ったピカチュウがいるらしい。ポケウォーカーで手に入れた道具やポケモンを DS に持ち帰ろう。冒険はどこまでも広がっていく。グレードアップしたポケモン図鑑をはじめ、ボックスやバッグなどもタッチペンで楽々操作。この新しい冒険にはあのポケモンも登場。ハートゴールドにはカイオーガ、ソウルシルバーにはグラードン、そしてその両方が揃えばレッグーザに出会うチャンスも。さらにこの夏の映画でアルセウスをもらったら、ハートゴールド、ソウルシルバーに連れてこよう。神と呼ばれたあのポケモンたちがレベル1で手に入る。果てしない物語の幕が今上がる。伝説のポケモンを追って新たな冒険へ。ポケットモンスターハートゴールドソウルシルバー、9月12日発売。